Ancient Sanskrit from India tell of UFO visit in 4000 BC.Vimana ship 4000 BC. 古代サンスクリット文献によれば、紀元前4000年にインドへ UFO がやってきていたという4000年前の Vimana 戦。広林 ハママ・シティ・ジャパンインドでも有名なマドラス大学のサンスクリット学部の学部長であった V ・ラガバン博士によればインドのみが全史時代において外惑星人を受け入れていたという。 ラガバン博士はサンスクリット語つまりインドとヒンズー教の古代言語で書かれた何世紀にもわたる古い文献が外惑星人たちがインドを訪問していたことを証明していると主張している50年にもわたる古代の文献を研究した結果他の惑星にも生物がいてそれらの生物が 紀4000年という昔に地球を訪問していたと確信したとその研究者は述べている。ベダス文献やインドの女児史、古代サンスクリット語の翻訳文には空飛ぶ機械についての興味深い情報や素晴らしい SF 的な武器についての情報が山のようにある。マハバラタ文献の中には、 神々の稲妻や光線武器、さらには催眠武器についての記述もある。また、ラマヤナ文献の中には、ビマーナ、つまり空飛ぶ機械についての記述があり、それは高速かつ推進装置、つまり爆風により超高度を飛行したという。これらは、 今日、世界中で報告されている空飛ぶ円盤に似た宇宙船であるとラマヤナ文献古代インドラマヤナ文献は素晴らしい神の乗り物が空を高速で飛びながらやってきた美しい戦車についてすら書いているまた別のところでは月のように頭上に見られた戦車についての記述もある ラマの妖精により巨大な戦車がご音と山のような噴煙を起こしたというまた別のところにはビマーナとともにビマが太陽のように光線を放ち嵐のようなご音とともに空を飛んだとある古代ビマンカーシャストラ文献の中にはビマーナについての記述もある つまりその機械は自分の力で一つの場所から他の場所へあるいは地球から地球へ飛んだとあるラガバン博士は文献によって明らかにされたことはさらに驚くべきことであると指摘して,ているそれによればテーブの写真を撮る鏡を含むその機械を構成する31個の部品についても書かれていると さらにその文献は空飛ぶ機械を構成するのに必要な16種類の金属を列挙しているが今日知られているのはそのうちの3種類でしかない他の金属は翻訳することができないとラガワ博士の解釈に同意しているもう一人の権威者がバン,ガロイヤバンガロのインド科学研究所航空学の教授である AV クリシナ・ムルティ博士であるクリシナ・ムルティ教授は古代文献であるヴェダスや他の文献が航空機宇宙船空飛ぶ機械さらには宇中飛行士について書いているのは事実であると述べているサンスクリット語の文献を研究したところ古代インドが空飛ぶ機械を建造する秘密を知っていたそして空の機械が 他の惑星からやってきた宇宙船の模型であったと私は確信したと。インドのベルディック伝統によれば私たちは現在人類第四世界にいることになる。ベラス文献はその四つの時代を黄金の時代、銀の時代、青銅の時代と呼んでいる。そして今その文献によれば私たちは 鉄の時代ににいることになる。ことな20世紀が終わりに近づくにつれてアメリカインディアンマヤ人そしてインカ人は予言によれば一つの時代の終わりにやってきつつあるということだサンスクリット文献には神々についての記述が満ちあふれているそれらの神々は現代戦争のような破滅的な武器を持ったビマナーを使いながら空中戦をしたとある。 例えば、ラマヤナ文献には次のような記述もある。プスパカは太陽に似ている。そしてそれは私の兄弟のものであり、力のあるラバンによって持ってこられたものである。と。そしてそれは意のままにどこへでも行ける素晴らしい空飛ぶ車である。それは空の明るい雲に似ている。そしてそれにラマ王が乗った。 そしてその機械はラギラの命令によって空高く飛んだ。マハバラタ文献、つまりそれは大変長い古代のインドの詩であるが、その中にはアスラ・マヤが12キュービット約6メートルの長さで4つの車輪を持つビマーナを持っていたとある。その詩は神々の間の戦争に関する情報の宝庫である。 そしてその神々というのは私たちが現在持っているような明らかに致命的な武器を使っていたという点で他の神々とは違っていた炎のミサイルは別としてその詩は他の致命的な武器の使用についても書いているインドラの矢は円形の反射鏡を介して操作されるスイッチが入れられるとそれは光の柱を作り ターゲットに焦点が当てられると即座にそれを破壊するまたある場合クリシナが空中で彼の敵つまりサルバを追いかけていた時のことサルバのヴィマーナのサウパは何らかの方法で見えなくなってしまったそこですかさずクリシナが特別な武器を放った私は矢を構えたそしてそれは音を聞いて 相手を倒すと他にも恐るべき武器について書かれているがマハバラタの中に書かれたことを簡単に言えば最も恐ろしい武器はブリシスに対して使われたものだった記録には次のようにある素早くパワフルなビマーに乗った グルカがブリシスとアンダカスの町を宇宙のパワーをすべてチャージしたった一撃で破壊した太陽の数千倍も明るい白色の煙と火の柱が壮大に立ち上ったそれは未知の武器つまり鉄の雷電であったそしてそれはブリシニフスと アンダカスの種族を灰にする死のメッセンジャーでもあった重要なことはこれらの記述がそこだけにのものではないということであるそこに書いてあることが他の古代文明の中に書かれている報告と互いに相互に共通点があるということである。明らかに それによって殺された人々は人間とわからないほどまでに焼かれてしまった。生き残った者は髪の毛や爪が剥がれ落ちほとんどいなかった。古代の話の中でもこれらの神話的なビマーナの話には神話が作られる過程において何らかの史実があるということである。つまりそれほどまでに内容が正確であるということ。 サンスクリットのサマラ・ガナストラ・アダーラの中に。translated by Hiroshihayashi, Hamamatsu City, Japan。March the 19, th, 2016. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Aliens War. Once upon a time, there broke out a severe war, most possibly a nuclear war, over Indus Valley. Indus Valley is. 上が原っパ下がモヘンジョダロです。このあたり全体を総称してインダスバリーと言います。そして、これはモヘンジョダロの創造復元図です。かつてはですね、モヘンジョダロはですね、世界最古の都市として栄えていました。最近のまあ調査によりますとですね、モヘンジョダロはですね、まあ、古代の都市の上に、さらにその上に積み重なられて。 作られているそうです。それが、なんと、7層にもなっているそうですね。そして、戦争が起きました。核戦争だったと言われています。現在でも残留放射性物質が観測されているそうです。で、それについてですね、ウィキペディアは、まあ、紀元前、まあ、2000年頃、今から4000年ぐらい前にですね、大洪水でモヘンジョダロは滅びたと説明しています。これが、 あ戦争の前の前ですそしてこれが現在のでですで現在はこうした廃墟になっているわけですねでこの戦争は誰が誰としたかという問題なんですねそれを今日はまあそのと言いますか謎解きに挑戦してみたいと思いますで まず最初にインダスのイシュタールです。で、これはイシュタールと私は判断していますけども、まあこうしたテラコッタがですね、えー、インダスバリーでたくさん見つかっています。独特の、まあ何て言いますか、形と風貌ですね。ご覧ください。で、これは誰かですけども、以前あ検証しましたけども、イシュタールですね。豊穣の神、イシュタールです。 まあ、シュメールの、まあ、女神ということになるわけですね。で、今日はですね、この、これらが、まあ、今、はっきり分かっている、あの、年代、いる、その、なんて言いますかね、作られた年代が、はっきり分かっているものだけを選んでみました。ランダムに選んでみました。で、そして、その、なんて言いますか、この年号をですね、拾い出してみました。 独特の顔ですね。頭が長くて、そして目がまあ、ゴーグルをかけたような目になっています。まあ、目が女神だということは皆さんも見てお分かりになると思います。で、これらがですね。紀元前2500年から2000年頃に作られていると、そこでこれらのまあまあ、歴史をですね。調べてみたいと思います。 モヘン・ジョダローがです、ね、栄えたのは紀元前2500年から1800年頃ですからこの黄色い部分がモヘン・ジョダローの、まあ、最も栄えた時期ということになりますねそして今皆さんがご覧にいただいたそのテラコッタをです、ね、こうして年代順に並べてみますするとですね大変興味深いことにモヘン・えー、ジョダローが栄える前の にここううしたた像が作られとということですねそしてこの辺りで戦争が起きてモヘンジョダロは廃墟となるわけですそして現在のモヘンジョダロが右上のということになるわけですねそしてマコテさんがこんな楽しい、えー、土偶を見つけてくださいましたそのビデオはこのすぐ後に続け,続けておきますからご覧ください 正して、インダス・ヴァリーのメガミです。Hello, this is Makote and Hiroshihayashi, Japan.Cornhead aliens in Indus Valley. みなさん、こんにちは。インダス・ガワの領域のですね、まあ、インダス・ヴァリー、谷ですね、のエイリアンが ほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけれども、それが分かりました。マコテさんがですね、エンシャントオリジンズという、まあ、信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。これがその記事なんですけれども、その中にですね、まあ、まあ、この中でですね、実に奇妙な、まあ、乗り物について、 の紹介がありました、まあ、それを今日翻訳して皆さんにお届けしますけどもなぜこれが重要な意味,意味を持つかというとですね今までそのインダース、まあ、文明を築いた、ね、エイリアンが誰であるかよくわからなかったんですねしかしこれで、まあ、ほぼと言いますか分かったということですね、まあ、それを翻訳してみましたのでお読みください まあ、並行して話させていただきますとですね、まあ、要するにシュメール人、まあ、いわゆるその、いろんな説がありますが、大きく分けて、私が今のところ把握しているのは、3人のエイリアンですね。1人はレプタリアン、もう1人はコンヘッド、で、もう1人はトール・ワイトですね。 まあその他にいろいろな混合種といいますかヒューマノイドハイブリッド人間がいるわけですからまあそれは私はまだ把握してませんけども太古の昔地球にいたのはこの3人のいわゆるまあ3種類といったらいいのでしょうかエイリアンということは分かってきましたでその中でもですね特にインダス川 流域のエイリアンは分からなかったんですね。で、インダスあの文明の、まあ、そこで発見されている文字とですね、いわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですね、まあ、文字がですね、一致しているということは、まあこれは考古学上証明されているわけです。まあ私がずっと調べってきたところ、インダス側のエイリアンたち、まあ、エイリアンというかですね、人間、 エイリアンに指導された人間はですね、あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていってるってことまでも、まで私は証明いたしました。で、しかし、インド、インダス側のですね、エイリアンが誰であるかってことについては、 謎のままだったんですねしかしコンヘッドということになりますとイースター島へその文字を伝えたのもあれは逆かもしれませんけどもコンヘッドということになるわけですもちろんコンヘッドもは日本へも来ていましたハニワの中にはコンヘッドを思わせるハニワが見つかっていますまあこうして古代の 地球はですね、まさにエイリアンたちのうごめくと言いますか、活動する地球であったわけです。まあ、もも地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それは間違いありません。エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘト、あるいはト,トール・ワイトがどういう位置づけになるかは、まだ謎のままですけども、ともかくも インダス・バリーにですね、コンヘッドが関与していたということが今回分かりました。まあ皆さんが今見てたいただいている写真はですね、これはあのインダス側で発見された、まあ、実に不可解な土器、まあ、ということになりますね、テラコッタです。まあそして、 あの、エイリアの世界では男と女でだったら女性の方が地位が高かったみたいですね。あの、私たちが持っている現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。 まあ、どういうことですけども、ではその乗り物とは何かですよね。まあ、その前にこの乗り物に乗っているメディアがですね、誰かということを称号してみました。左がインダス・バリー、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。あのー、頭が長いところ。 それから鼻がくちばしのようになっているところ目が、ね、細くて長いこと体つきも非常によく似ていますねそれからあのボタンのような目のあを丸いものをつけていますそういったところが大変よく似ているということですねまあこれほぼ同じ、えー、エイリアントを見ていいわけですもちろん人間じゃありませんねまさにシュメール人です そして、このシュメール人が、実は、インダス・バリーへも来ていたということになります。インダス・バリー、まああの、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そして、その中には、整然と乗組員が並んで座ってい,います。 まあこれをその船であるとかというのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけて見えましたけどもバブリ、バビロニア、もう少しあの南の方を締めるというんですけれども、バビロニアとインダスバリー、距離は 2350km です。 まあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダスバリのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。マコテさん、いつも本当に貴重な情報ありがとうございます。Thank you very much, マコテさん and see you again next time. Bye. でカッパドキアについて考えてみます。なぜカッパドキアかと言いますとですね、モヘンジョダロからカッパドキアへの角度がですね、正確に120.00なんですね。でまあ、この黄色い線を引いてみます。で、この線がまあカッパドキア、Google で引くカッパドキアとはややエラーがありますけども、 ここへやっていきます。まあ、カポドキャというのはですね、まあ、このあたり広い地域をいうものですから、あのー、手応えが難しいですね、まあ。ともかくもこれが120.00でやってきたあの線です。で、ここにですね、大変奇妙な山といいますか、丘があります。で、この丘がですね、まあ、当初大変気になりました。今も気になっています。で、これをですね、まあ、見方によってですね、このように見えるわけですね。 で、これが、この、まあ、丘といいますか、形がですね、えー、モヘン・ジョダロの廃墟の塔と、まあ、大変よく似てるわけですね。で、私はモヘン・ジョダロの塔はですね、上のカッパ・ドキアのこの、まあ、丘にヒントを得たのではないかと考えています。という関連性もあ,あるわけですね。で、カッパ・ドキアはですね、まあ、6世紀後半に、あの、まあ、作られたと。まあ、あの、 入居が始まったということでしょうか、よくわかりませんけれども、とにかくカッパ・ドキアの歴史は、紀元前6000から始まるということなんですね。でそうしますと、あのモヘン・ジョダロとの間に、まあ、千年近いあの間がありますからね、えー、モヘン・ジョダロとカッパ・ドキアを直接結びつけることはできませんが、ただ言えることはですね、カッパ・ドキアが、まあ、迫害されたキリスト教徒たちがやってきたという話は嘘ですね。なぜならば、このトルコ全体はですね、ミトラ教の本拠地なんですね。 で、結論から申し上げますと、というか結論になるわけですけどもね、まあこうして戦争が起きたわけですね。で、まあここであの、先ほどあの、コンヘッドと言いましたけども、レプタリアンの方が正しいと思います。で、レプタリアンと、では戦った相手は誰かというと、当然トールワイトということになりますね。そして、まあトールワイトがこの辺りから地球に、まあ、現れたということに、というふうに考えていいのではないでしょうか。 まあ続くビデオの中でもあのコーヘッドと言いますけどもあとあディプタリアンの、まあ、間違いということになります。そういうことを理解の上、どうかご覧ください。Thank you very much and see you again next time. Bye.Hello. Who is this goddess in Indus Valley?Makote, Tube Store, Taka in Tokyo and Hiroshiyashi, Japan. このインダス文明の女性、女神は誰なのかというテーマで、えー、結論を出しておきたいと思います。これが1114号で紹介しましたインダスバリーでですね、最近発掘されました、実に奇妙な、なんて言いますか、テラコッタなんですね。でそれについて、 エンシャント・オリジンズという、ね、ホームページがありますけども、まあ、大変信頼の受けるホームページ、専門的なホームページですけども、紹介されています。で、ここにはですね、一列ごとに男、女、女一番先頭が女ですね、女、男、女、男と並んでいるわけです。という解釈ですけども、ひょっとしたらこれ、2列目はだあの人間ではないかと思うんですね。で、あのー、男、あのー、 いわゆる男女という区分けしてますけども、男と女でこんなに顔、頭の形が違うはずがありませんのでね、まあこれは私の解釈です。で、ここにいるのは間違いなく、あの、超党人間です。そして先頭がですね、牛の形をしてるんですね。そして一番後部座席に、いわゆる女神らしき、まあ女王が座ってるわけですね。4人の、まあ、アテンダントに囲まれています。で、これは誰かということですけども、実は分かりきたことなんですけどもね、一応、かあの、 説明ししておくことにいたします、えー、頭の長い女性がいますね。でまずあの検証1を一応していますけども、これが今あのお見せしました超等人間で、くちばしのような花というふうにあの説明にはしてあります。でこれは右の方はシメールの女神ですね。えー、日本にもこのタイプの女神が、てかあの人が来ていますで。右の方がシメールですけども、 一致しましまたねね顔がねでここで注意したいのは、ですね、あのー、この乗,り組乗っている人と、まあ、シュメールの神と一致したんですけども、もう少し詳しく見ますと、ここに丸いボツボツがついてますね、ボタンのような大きなバッジのようなものがねで。これを調べてみますと、シュメールの神にもそれがってかついてるんですね。まあ、ちょっとわかりやすいので選んでみますと、この神のすぐ前に座っているこの男性と言われている像なんですけども、 えー、やっぱりこう、ボツボツって言いますかね、ボタンのようなものがついていると。で、右の方がメストプタミアで、これが、ね、チューブスターさんが発見して、送ってくださった写真ですけども、やっぱりこの丸いものがついているですね。しかも4つついているっていうのも気になるんですけど、まあ、3つか4つついているわけですね。で、鼻が、あの、鳥のくちばしのようになって,て頭に大きな帽子をかぶっていると。まあ、ヘルメットっていうふうに考えた方がいいわけですよね。で、 まあ、そうして並べてみますと、これにいたのが、まあ、レバノンでも見つかっているわけです。で、このレバノン、あの、これは前にも精査しました、そのビデオ後につなげておきますけども、まあ、三角のハイレグパンティーを履いていると。まあ、そういうことなんですね。で、このハイレグパンティというのが一つの決め手になるわけです。いわゆるイシタールイナンナはハイレグパンティーを履いていました。えー、ニコシアで発見された像も、セカレバノンで発見された像も、ハイレグ三角パンティーを履いています。 そして、この、比べてみますと、頭もよく似てる。鼻もよく似てる。ということで、まあ、この二人はですね、一致するわけですね。そうすると、あの、ただ注意したいのはですね、人間の顔をしてるから人間ということじゃないですよ。あの、仮面、お面をかぶってますから。あの、エジプトの王たちもみんなお面、人と会うときにはお面をかぶってましたからね。 でこれがあのインド・グリーク・ミノニアンで発見されたものだということになっています。まあ、ともかくもこうして並べてみますと、これ一番この像は、このそのものはですね、インダース・バリーで見つかっています、テラコッタです。いわゆる素像ですね。で、こう並べてみますと、ぐるっと並べてみますと、それぞれが一連性があるということがわかるなと思います。まあ、言うまでもなく、この一番左の船に乗って船というか、あの 宇宙船に乗っているのは、インダー、あの、イナンナ、イスタールいうことになります。それで、もう一回、あの、イスタール、イナンナについて、わゆる、法上の神と言われてますね。これは間違いなくイナンナの像です。ごく最近発見されたんですよ、これね。そして、これが、まあ、昔からというか、あの、ペルシャ行ったり広がっているイナンナ像です。そして、これが、縄文ビーナスと言われている日本の地の死で発見された像です。これはみんな同じものだ。 同じものですね、あのー。今を紹介します。それで奇妙なことにです、ね、おへそにみんな、こう、なんかこだわってるというか、大きなおへそしてるんですね。あのおへそを強調してるわけですあの。日本の縄文ビーナスもおへそをですね、他の部分はあの非常に粗くつ作ってあるんですけどね、あのー、おへそにこだわりが思っているということで頭を見てください。同じでしょで縄文ビーナスと手から一番右のイシタールも同じですね。頭がヘルメットかぶっています。それから三角,三角パンティをみんな履いております。 でまあ、こういうふうにこう並べてみますと、まあ,あの、なんて言いますか、あの、イシタール、イナンナがどんな格好をしてたかというか、姿であったかということはわからないです。これはあの、仮面,をかむ仮面の女王って、まあ、同じく血の死で見つかったものですけども、これもあのイシタール、イナンナ,イナンダですね。これも順番に説明してきますと、みんなバビロニアで見つかった像ですけども、コンセプトは同じですね。そしてこの肩を見てください。 あの、仮面をかぶった女王も肩幅広くてちょんちょんと折れ曲がってますね。これがあの特徴なんですね。そして同じようにこうバビロネで見つかった像を並べてみますと、今度はカクンカクンとした肩。関節は一つ多いんじゃないかと思いますね。そしてあの鳥のくちばしのような鼻。そして顔。 それから髪の毛の毛作り方それからここで、ね、赤ちゃんを抱いているんですね。鳥の赤ちゃんです。そしてシュメールの髪もあの人間ではない子供を抱いています。こういうふうにつなげていきますと、順番つながっていくんですね。そしてシュメールの髪、一番左がシュメールの髪ですけども、顔が一致するわけです。さらにですね、これがイタール・イナンナですねあの。これはイナンナーズ、あれイタール、ね、ここあの地域によって、ね、あの名前の呼び方違いますが、イナンナというのはあの まあこ,のかこの人はですね、エンリル・エンキーをおじいちゃんに持つ孫娘なんですね。で、あの、頭を見ていただくとわかりますように、やっぱりここでも一致するわけです。そして、ピンク、ピンって描きましたけどもね、三角パンティーを履いていると。ピンクっていうのは私のイメージです。で、結論から言いますと、変なこと言いましたね。ごめんなさいね。あの、これインダス・バリーのテラコッタですけども、あの、インダス・バリー、もう比較するまでもないですね。 これと先ほどの女王と一致するわけですあのイ。インダスでもこれは法上の女神ということになっています。とひょあの紹介されていますね。イコール、えー、この女性だということです。なちあち、牛の頭を持ったあの宇宙船に乗ったこの女神、あるいはあの女王はですね、一番偉いと思われる女王は、えー、イスタール・イナンナであるということになります。なあち、インダス・バリーもイスタール・イナンナの 管轄化にあったということになります。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 続くビデオをどうかご覧ください。Uh, よろしくお願いします。Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi and Taka in Tokyo, Japan.Today's story is about the mystery of the Queen with a mask.Who is she and where is she from?And the mystery of high cut suit. 皆さん、こんにちは。今日の物語はですね、仮面の女王の物語です。彼女は誰なのか、どこから来たのか、そして謎のハイレグパンティーの話です。話です。でこれがまあ,あの仮面の女王ですね、長野県茅野市で発見されました。まあ、これは大変な発見物だということはもう間違いありません。で、その前にですね、私はあのいわゆる爬虫類人間を調べてみました。えー、この 女性,女性というかね、この官っというか、あの,あの土偶が誰だかということを皆さんに話しする前に、ちょっとその前段階ですけども、まあ、こうしたその土偶がですね、日本だけではなくて世界中で発見されてるんですね、特にバビロニア、ペルシ中周辺ですね、で発見されています。で、この私初めですね、あの まあ、あの初めに仮面の像を調べるときに、その外振りを見るためにこうしてそのいろんな像を集めてみたんですね。そしたらまあいろんなこの像があることが分かったんですけども、も途中で気がついたんです。えー、皆さんお気づきですかあの、まあ、こ,これはみんなあのバビロニア、ペルシア周辺で見つかっている、えー、土偶ですね、日本的に言えば。土偶像なんです。カレフィギュアですね。 で、ここまで来たときに、私はタカさんからの投稿を思い出しました。タカさんはですね、このようにおっしゃっています。まあ、あの、みんなですね、ハイレグのパンティーを履いてるって言うんです。まあ、まあ、本当に考古学には、あの、つかわしくない言葉ですけども、あミスマッチしていると。で、確かにその、タカさんが送ってくださった写真を見ますとですね、ハイレグパンティーを履いてるんですね。私これ、初めめはあのピュービックヘアかと思ったんです。ヘアかと思ったんですけども、途中から見てください、パンティー。 パンティー、パンティー、ハイレグパンティー、ハイレグパンティ、ーズ、ハイレグパンティ。ーズ、みんなハイレグ履いてますね、確かに。驚きましたね。ということは、これがね、重大な謎解きの鍵にな,ることなったんですね。まあ、ハイレグパンティーですね。英語ではハイカットスーツって言いますけども、えー、バビロニア、ペルシャへ話を戻しますと、これが今言いました、バビロニア、ペルシャで見つかっている土偶です。 でこれが誰かということなんですけども、順に比較してみますと、これはあの右の方は、いわゆるそのシュメールで見つかっている爬虫類型人間、リザードウーマンですね。胸が大きいですから。で、並べてみますと、みんなハイレグパンティーを履いているんです。こうもうこれで分かりましたね。これらの像はみんな、いわゆるシュメールの女神を、まあ、シンボルなんですよね。女神のシンボルがこのハイレグパンティーであったというわけです。 高い東京さん、どうもありがとうございましたあ。先日は大変失礼なことを申し上げまして、すいませんでした。で、これはですね、あのー、まあ、あのー、今言った、爬虫類型人間、リザードウーマンですけども、この肩に特徴があるんです。この肩がカクンカクンとね、人間のような撫で方ではなくて、真横に伸びてストンとしてますね。いわゆる関節が一本多いように見えるわけです。で、これはあのー、日本の土偶ですけども、 道具ですね同じような型をしているということに注意してください。これも日本の道具です。群馬県で見つかっています。この型に私は注目してみました。これはチューブスターさんが探してくださったいわゆる道具ですけども、やっぱり型に特徴がありますね。カクンカクンと曲がっています。これもそうです。これがまあ仮面の女王ですけどもね。 肩を見てくださいカクンカクンと来てますね。これで一つのヒントが出てきたわけです。後であとでもう一回言いますか。それからあのこれが青森県で見つかっている道具ですけども、やっぱり肩に特徴があるんですね。嫌に肩が広いと言いますかね。縄文人たちは想像力であの道具を作ったわけじゃないですね。見たものを作ったのです。 そこに見たものを一生懸命に残そうとしたんですね。これは仮面の像ですけど、右の方にバビロニアの像が残っています。やっぱり肩、それからコンセプトが同じですね。頭を見てください。三角形でしょで、日本だけで見てるとね、これはの三角形のマスクに見えますけども、これ右もバビロニアで見つかっている像なんですけども、やっぱり肩がカクンカクン、頭が三角形です。まあ、こうしてあの世界の土偶とつなげていますと、日本の土偶が浮かび上がってくるというわけですね。 でもう一度比べてみてください。バビロニアと、それからこれ、まあ、両方ともバビロニアですね。椅子に座ってるんですよ。これ。三本足じゃなくて。よく見てください。で、椅子に座ってる。これが、まあ、みんな椅子に座ってるバビロニアの像ですけど、やっぱりコンセプトが同じなんですね。はい。三角形の頭に、まあ、こういうことなんです。まあ、群馬県の道具も素晴らしいですが。そして、 比べてみますと、やっぱりカクンカクンと、みんなあの一様にあの角ばった方、それから、あこれはチチリの地ザの地上絵ですけど、やっぱり角ばってる。でまあ同じように角ばってるとことを皆さんあの見てください。頭が三角形です。で、あの三角形の頭は何も日本だけにあるわけじゃないですね。そして丸い丸っぽいのもあるんですね。で、これも椅子に座っているという意味で共通点があります。 で、今皆さんに見ていただいているのは、仮面の女王がですね、えー、バビロイナにも同じものがあるということなんですよね。そこにまあ注意してください。そして、そのコンセプトが同じであると。で、頭は三角であると。で、結論になりますけども、結論をお話します。まあ、順に見ていくと結論が出てくるんですけども、これが仮面の女王です。誰なのか。 どこから来たのか、男なのか、女なのか、もう女だって言ってしまってますけども、これが仮面の女王です。そして、この肩を見てください。頭を見てください。つながりますね。そして、今度は左行って、やっぱり肩もつながりますね。これ日本の道具。上は上はシメールの女神です。名前はわかりません。この今はね。右、下、左来てコンセプトが同じだと。そして、ここでですねあの、まあ、鳥のような頭の人間が出てくるわけです。 で、ここでですね、あの、なんでこれが二つがくっつくかと言いますと、パンティなんですね。皆さんよくご覧ください。あ、この前に赤ちゃん抱いてますからね、あの、それで繋がっていくんですけどもね、あの、赤ちゃん抱いてるでしょ。そして、あの、これら女神であるということがこれでわかるわけです。そして、シュメールの女神と繋がっていくと。そこであ、タカさんが教えてくださったように、ハイリグパンティが、まあ、この謎を解く鍵になるわけですね。そこで、この、 戻りますけどもこのパンティーをもう一つ注目してみてください。パンティ、パンティ、パンティーですね。つながってますね。しかもですね、このパンティーというのがですね、特徴がある、いわゆる,わゆるハイレグパンティー。で、なんですね。そしてこのシメルの髪とつながっていく。で、さらにですね、ここでイシュタールと結びつくんです。イシュタールもハイレグ三角のパンティーを履いています。 これが結びつかなかったものですから今まで苦労しましたけどもシュメルの神というのはまさに皆さんイスタール・イナンナだったんですねイナンナですシュメル語でイナンナですそしてこのイナンナはイナンナ,ナ,ンナこれははっきりしてます真ん中の土の像そして日本で縄文ヴィーナスとなったわけですわかりますかこれでつながりましたねということで縄文ヴィーナスからそれから、あのー、三角頭の 仮面の女王、そしてシュメールの女神、そしてイナンナイ・シュタールとつながっていったわけです。まさに、なんて言いますか、あの、はい。ハイレグがですね、ハイレグ・パンティがその謎を解くといいますか、つなぐ重要な鍵になったというわけです。では、もう一つの事実をお教えしましょう。まあ、これはのシュメールの、あの今言ったイ・シュタール。これ、ごめん、シュメールじゃない、イ・あのイシュタールということははっきりしております。これはイ・シュタールの像だっなっています。その説明がですね、面白いですね。 愛ら,愛らしくも恐ろしいと。で、この世のとも思われない白い肌と燃えろな赤い目を持ってると。で、彼女は右手で招いたら、ね、それを拒んだらね、もうすぐまあ殺されてしまう,というわけです。さあ、このイナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょイナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょそして縄文のビーナスも、どういうわけかおへそだけは強調してありますね。他の部分は、 なおざりになってますけども。これはペルシャで見つかった、サゲド、あの、あの見せました像ですけど、これはみんなになンなですね。共通点は、おへそが大きいということです。おへそが大きいということですね。レプタリアンはここでセックスをしたんでしょうかというようなことで考えてしまいます。ちょっと考えすぎですね。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about a queen with a mask. I say, sort of a collection of uh, facts is not archaeology. We have to weave a kind of logical theory among from these facts. Here is one example I can show you what is a theory and what is a logical theory for ecology? ンパニーズ、Japanese, これは血の市で発見された土偶ですね仮面の女王と呼ばれていますでこれが今回、まあ、国宝に指定されたということなんですねでこのまあこれが仮面をかぶった女王であるならば縄文時代に女王がいたという証拠それから縄文時代に仮面があったという証拠を見せなければなりません そういうことをさておいてどうして仮面の女王ということになるのでしょうか仮面があるいは三角形の仮面がですね今までに発掘されたということがあるのでしょうか今言いましたように縄文人は仮面を何かの理由のために使っていたのでしょうかすなわちこれらはただの事実の寄せ集めにしかすぎません大切なことはこうした事実から論理的な 理論を引き出すことですではここで私は一つの例をお見せいたしましょう。これはパパーテナナショナルパークです、ね、タイですすねこのパーティム・ナショナル・パークには奇妙な壁画があります。ここに手の模様がついていることに注意してください。手を置きその上に何らかの方法で着色したわけですね。これと同じものが実は フランスのラスコーで見つかっているのです。同じものです。同じ色です。同じ書き方なんですね。これがラスコーで見つかった手の文様です。同じように手を置いて、同じような方法で、同じような色で、そして数千年の時々の流れを経て今に残っているわけであります。さらにあります。これはアルゼンチンチにクエヴァデラ マノスというんですかねにある、まあ、谷ですけどもそこにも手の形が残っているんです手を置きそして同じように着色しているわけですねそしてこうした手の文様がザラザラっとあるわけですこれを偶然の位置というでしょうかもう一度並べてみますこれがパーティアムですタイです東南アジアのタイですこれがラスコーフランスです そしてこれが今言いましたアルゼンチンのクエバ・デ・ラ・マノスです。比べてみてください。これを皆さんはただの偶然と言うでしょうか。まあいいでしょう。では次にこれはラスコーの今お見せしましたフランスの壁です。有名ですね。これと同じものがタシル・ナジールに、サハラのタシル・ナジールにあるんです。 もし、まあ、見慣れた方はこれ区別できますけどもそうでない方にはこの絵を区別することはできないと思います。これがラスコーの、えー、壁画ですね壁画ですね。そしてこれがタッシル・ナジエルの壁画です。さらによく似た図が見つかっているんですよ。それは後でお見せしますけどもバ,バ,バッハパッハってうんですかねパッハっていうんですけども メキシコのカルフォニア半島で見つかっておりますもう一度これを比べてみましょう。もう一度タイのタイへ戻っています。これがパーテムの洞窟ですね。先ほど言いましたここにこの絵が残ってるんですね。でこの絵を中深く見てください。頭が三角形になってますね。パーテムケーブです。 パーテムって言うんですかね日本語では。頭が三角形です。みんな仮面をかぶってるんでしょうか。さあ、これがホーリーゴーストですね。何度も取り上げてきました。アメリカ、USA の北部ですね。ホーリーゴーストです。これがパーティムの壁画です。これがホーリーゴーストです。やはり同じ手法で同じように描かれてるんですね。多少もあの形というか絵は違いますけども、 これも偶然なんでしょうか。さあ今度はこれはあの地座チリにあるまあ何て言いますか私は落書きだと思ったんですけどもこれ石であの石を大きな、まあ、3 0ンチから4 0ンチに石を置いて作った絵なんですよ描いた絵なんですよさあここに犬の絵がありますね、まあ、犬かキツネか何でもいいですけども まあ犬というとすぐにあのクレームがついてくるんですね。まあいいです。こういうものがあります。これが,下が右の下がホーリーゴーストです。反転していますと同じだということのお,お気づきになると思います。なおち、チリとアメリカの北部と同じに同じ絵があるということなんですね。これも偶然なんでしょうか。もう一度タイのパーティムに戻っています。先ほど言いましたように、ここには三角形の頭をした人間が描かれています。 これがパーティアムですね。さあここに注目してくださいさあこれが先ほど長野県の主で、まあ今度国宝に示さ指定される、まあ、指定された土偶なんですね仮面だそうです女王だそうですさあ比べてみてください 百聞は一件にしかす。Seeing is blaming. これも偶然なんでしょうかさらにまだ続きます。これはバハです。パハですかね。メキパハとシコのパハの壁画です。これがラスコーの壁画です。区別がつきますか私には区別がつきませんね。これがペルーの 竹原って言うんですけどあの、スペリング分かりませんでしたから、竹原と書いていきますパパ。竹原の壁画です。これも偶然でしょうか皆さん、区別ちゃん、着きますかさあ、これが泳ぐ人ですね。タシール・ナジエルの有名な泳ぐ人です。この泳ぐ人を見てください。足に注目してください。足ということは脚、脚ですね。足に注目してください。これを立ててみます。いいですか 丸い頭でしチノシの,あのこの土偶も、ね、横から見ると頭丸いんですよ。足を見てください。太いでしょこれも偶然なんでしょうか明らかにパワースーツを着てるってことなんですね。まあこの仮面をかぶった女王がですね仮面、女王はい。それがいかに まあおかしなネーミングであるか、この続くビデオを見ていただけると分かります。要するに、これらからですね、論理的な理論、論理を、いわゆるそのロジカルな論理を引き出すということなんです。では、私の論理的な理論をお見せしましょう。これがパーティムです。タイですね。これは、グーグルアソージパーティムで引いたところから点を取りました。茅野市も町の中心部ですね、これは。 に点を取りましたグーグルでそのままの地点を取りました。場所がわかりませんでしたから、グーグルで取った視点です。今度はパハです。カルフォーニア半島にある、まあ、メキシコですよ、ここはああのカルあのかパ,パ,パハです。そして今度は、先ほど言いました、地上で有名夢、夢、まあ、というか、これ私初めてあの自分で発見したとか自分で発見したと思ったんですけど、そうはありませんでしたけども、これはチザです。線でつないでいます。これらはすべて ていうかほぼ一直線上にあるんですね。これが私の理論です。すなわちこうした図はですね明らかにこうして空を宙を自由に飛ぶことができた人によって指導され書かれたということなんです。もっと言いますと人間は見たものを作り見たものを書いたのです。これが私の理論です。 これはもう偶然ではありません。繰り返します。人間は自分の目で見たものを書き自分の目で見たものを作ったのです。遊びやお祭りやそういったもののために作ったのではありません。未来の私たちのような人間のために懸命にその記録を残そうとしたのです。続くビデオを見てくだされば、それがわかります。これが私の理論です。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masedi Japan. I can show you a conclusive evidence that aliens were here in Japan in Jomon period.、Uh, 今日は皆さんに縄文時代にエイリアンが日本へやってきたという決定的な証拠をお見せいたします。東京に住んでいらっしゃいますタカさんという方がですね、2枚写真を送ってくれました。 これは私にとっては大変衝撃的な写真でした。今までの謎と謎をつなまさにつなぐ写真だったんですね。この2枚の写真です。これが前から見た土偶の姿、これが後ろから見た土偶の姿です。私はこの写真を見たときに息を、うん、なんて言いますかね、息が、 止まりましたねなぜならばこれと同じものをですね私は先日山梨県の井戸尻博物館で見たからですこれは甲府の山梨県立博物館で見た道具なんですね ABC としておきますこの C は3本指ですそして鱗がありますね並べていますこれが A と B ですね 背中を見てください。同じですね。もうどう同じか、皆さんもう説明は必要ないと思います。b の方は土器ということになっております。左の方は土偶ですね。土器で土器になってるんですよ。そして今の a の表の方を見てください。で、右の方は甲府の山梨県立博物館にある道具です。 片隅でますか陳列台の中の片隅の方にひっそりと置かれておりました同じですねすなわちタカさんが送ってくださった写真はですねこれら土具土器の謎といいますか間をつないでしまったんですこれ A の正面図と背面図ですねそして B の背面図同じですねそして C の顔 A と C の顔は同じですね。もう一度よく皆さん確かめてください。これで三者がつながりました。ということはこれらはエイリアンだということなんです。三本指のエイリアンです。井戸尻高校館ではですね、カエルと説明しておりますが、もうカエルでないことはこれで明らかです。カエルではありませんよ。で これに一番近いエイリアンというとシュメールのエイリアンです。肩幅を今見てくださったととりなんですえ。続くビデオはもう何て言うんすか決定的になって言うんすかもうこれでどんはですね。Hallo! This is Makote and Hiroshihayashi, Japan.Cornhead Aliens in Indus Valley. 皆さん、こんにちは。インダス川の流域のですね、まあ、インダスバリー、谷ですね、のエイリアンがほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけども、それが分かりました。マコテさんがですね、Ancient Origins という、まあ、信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。 これがその記事なんですけどもその中にですね、まあ、まあこの中でですね実に奇妙な、まあ、乗り物についての紹介がありました、まあ、それを今日翻訳して皆さんにお届けしますけどもなぜこれが重要な意味,意味を持つかというとですね今までそのインダース、まあ、文明を築いたねエイリアンが誰であるか よくかからなかったんですねしかしこれでまあほぼと言いますか分かったということですね、まあ、それを翻訳してみましたのでお読みくださいまあ並行して話させていただきますとですね、まあ、要するにシュメール人、まあ、いわゆるそのいろんな説がありますが大きく分けて 私が今のところ把握しているのは3人のエイリアンですね。1人はレプタリアン。もう1人はコンヘッド。で、もう1人はトール・ワイトですね。まあ、その他にいろいろな混合種といいますか、ヒューマノイド、ハイブリッド人間がいるわけですから、まあ、それは私はまだ把握してませんけども、 最古の昔地球にいたのはこの3人のいわゆるまあ3種類といったらいいのでしょうかエイリアンということは分かってきましたでその中でもですね特にインダス側流域のエイリアンは分からなかったんですねでインダスあの文明のまあそこで発見されている文字とですねいわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですねまあ文字がですね一致しているということは まあこれは考古学上証明されているわけです。まあ私がずっと調べってきたところ、インダス川のエイリアンたち、まあ、エイリアンというかですね、人間、エイリアンに指導された人間はですね、あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていってるということまでも、まで私は 証明いたしましたでしかしインドインダス側のですねエイリアンが誰であるかってことについては謎のままだったんですねしかしコンヘッドということになりますとイースター島へその文字を伝えたのもあれは逆かもしれませんけどもコンヘッドということになるわけですもちろんコンヘッドもは日本へも来ていました ハニワの中には、公平と思わせるハニが見つかっています。まあ、こうして古代の地球はですね、まさにエイリアンたちのうごめくといいますか、活動する地球であったわけです。まあ、もっとも地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それは間違いありません。 エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘイト、あるいはト,トール・ワイトがどういう位置づけになるかはまだ謎のままですけども、ともかくもインダース・バリンですね、コンヘイトが関与していたということが今回わかりました。まあ、皆さんが今見てたいただいている写真はですね、これはあのインダス側で 発見された、まあ、実に不可解な土器、まあ、ということになりますね。あテラコッタです。まあ、そして、あのー、エイリアの世界では男と女でだったら女性の方が地位が高かったみたいですね。あのー、私たちが持っている現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。 まあどういうことですけども、ではその乗り物とは何かですよね。まあ、その前にこの乗り物に乗っているメディアがですね、誰かということを称号してみました。左がインダス・バリー、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。あのー、頭が長いところ。 それから鼻がくちばしのようになっているところ目が、ね、細くて長いことで体つきも非常によく似ていますねそれからあのボタンのような目のあ丸いものをつけていますそういったところが大変よく似ているということですねまあこれほぼ同じ、えー、エイリアンと見ていいわけですもちろん人間じゃありませんねまさにシュメール人です そして、このシュメール人が、実はインダス・バリーへも来ていたということになります。インダス・バリー、まああの、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そして、その中には整然と乗り組員が並んで座ってい,います。 まあこれをその船であるとかというのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけて見えましたけどもバブリ、バビロニア、もう少しあの南の方を占めるというんですけども、バビロニアとインダス・バリー。 距離はキロメートルまあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダースバリーのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。マコテさん、いつも本当に貴重な情報ありがとうございます。Thank you very much, マコテさん and see you again next time. Bye.